夢のような一日だった。いつの間にこんなことになったの。私は何か、どこかで間違ったのかしら。さやかー、買ってきたよ。さやか、お待たせ。さやか、寂しくはなかったかな。待ちくたびれて泣いてたんじゃないのかな。うるさいわね、犬丸。ナホタンが寝てるんだから静かにしなさいよ。大丈夫。それよりさやか、私が起きるのを待っていたの。待たせちゃってごめんね。なんでナホタンが謝るの。もう、私とナホタンの中でそんな遠慮はなしだよ。ところで犬丸、頼んだものはどこ？さやかがその細くて可憐な手を差し伸べてくれたなら、俺はどんな質問にも心を込めて答えさせてもらうよ。そう、例えば俺がさやかをどれだけ愛しているかについてとかね。そういうのほんといいから、頼んだものはどこなのって聞いてるの。いつもの恥ずかしがりがまた出たね。まったく、いつになったらさやかは素直になってくれるのかな。さやか、何か犬丸くんに頼んでたの？
一緒に食べよう。いいけど、ここで？どうしてもね、お腹が空いちゃって我慢できないから、ここで食べたいなって。さやか、持ってきたよ。じゃじゃーん、どうだいさやか、すごい量だろ。ケーキにワッフル、ドーナツ、あ、最近できたばかりのプレッツェル屋さんの箱も。どうしたの？あ、もちろんナホタンも食べてね。どれも美味しいよ。そんなにお腹が空いていたの？そうなの。甘いものがとにかく食べたくってね。カロリーが心配だけど、でも食べたいんだから仕方ないよね。まさかこれ全部食べるつもり？食べるよ。ちょっとさやか、本気なの？いい食べっぷりだな。足りなくなったら言ってね、さやか。すぐに追加を買ってくるから。何を言ってるの、犬丸くん。こんなに食べさせたら、さやかが太ってしまうじゃない。心配ご無用だよ、さえのきさん。さやかなら、どれだけふくよかになっても可愛いに決まってるからね。ああ、でも、抱きしめた時に両腕が届くくらいまでにしてもらえると、俺としては嬉しいんだけど。バカみたいなこと言ってないで、そっちの箱取って、犬丸。はい、喜んで。あ、なんなら、あんしてあげるよ。ほら、マカロンを食べさせてあげよう。それ、犬丸の手垢がついたからいらない。あんた食べてね。やったー！さやかが俺におやつをくれたー！
にしても何か違和感があるのだけれど、気づかなかったわ。さやか、霊を払うわ。じっとしていて。さやか、どんな霊にせよ取り憑かれた状態はあまり良くないわ。やっぱり払った方がいいと思う。悪いことはできそうにない子だから平気だよ。犬丸くん、さやかを説得したいのだけれど、手伝ってくれる？説得？どうして？さやかに霊がついたままなんて、あなただって嫌でしょ？そうだね、あまりいい気分はしないけど、でも、霊に同情するさやかの心優しさに、俺は感動してしまったんだ。あなたまで霊を払わなくていいと思っているの？だってあの子は悪霊じゃないからね。さ
やかがカロリー過多でモデルをやめることになってしまっても、あなたは構わないの？もちろん問題ないよ。さやかがそれでいいっていうなら、俺もそれでいいんだ。俺とさやかの心は二人で一つだからね。あなたに相談した私がバカだったみたい。ここはもう強行策に出るしかない。アイクション、アイコ、何しに来たの？あら、そう冷たい声を出さないで、ナホちゃん。私はただ、帰ろうと思って階段を降りていたら、甘い香りが漂ってきたから気になっただけよ。そうしたら、ナホちゃんたちに出くわしたの。これって運命かしら。ナホちゃんに色目使わないでください。まあそんなことしてないわ。言いがかりはよしてね、さやかちゃん。アイコ、さやかを煽らないで。そんなつもりはないのだけど。あのね、今はあなたの相手をしている暇はないの。そうなの？あらあら、さやかちゃんは女力士役のオファーでも来たのかしら。え？さやかが女力士？よく見て、さやかの後ろに霊がいるでしょ。うん、あら、そう言われてみれば。まあ、ずいぶんと影の薄い霊だこと。その子がさやかに取り付いて、これだけのスイーツを食べさせているのよ。払いたいのに、さやかが協力的じゃなくて困っていたところなの。そういうことだったの。なら、ちょっと見せてもらえるかしら。
スイーツに執着心があるのね。そう。それで事故死についてはどう思っているのかしら。さぞ無念だったのでしょう。相手を殺してやりたいとか呪ってやるとか考えているのではなくて。そう。じゃあ誰かで構わず同じ目に遭えばいいなんて風には思わない。あら、そうなの。ダメね、全然なってないわ。せっかく霊になったというのに、美味しいスイーツが味わえれば満足なのですって。信じられる？ナホちゃん、彼女何も恨んでないっていうのよ。ありえないでしょ。そんな霊に存在価値はないわ。でもさやか、そのまま食べ続けてたら大変でしょ。そうかな。さやかちゃんはその霊がかわいそうだから除霊はしなくていいと考えているのね。ナホちゃんがこんなに心を痛めているのに、あなたはその霊に味方をするというわけなのね。え？ねえ、ナホちゃん、さやかちゃんたらひどいわね。あなたの気持ちを無理にする子なんて放っておいて、私とデートしましょう、ナホちゃん。いけない。
おいしい。あらあら、今度はあの子、ナホちゃんについちゃったのね。さやかが同情するのも仕方ないのかも。うちのエクレアも美味しい。さやかはもういいの？私もお腹いっぱい。っていうか、こんなに食べたっけ？さやか、見ていて気持ちのいい食べっぷりだったよ。間違いなく体重が増えるでしょうね。楽しみだわ。お腹のぷよぷよ、ぜひ触らせてちょうだいね。ダメです。私は触られるより触りたい派ですから。そうだったの、さやか。それじゃ今までは遠慮してたんだね。いいんだよ、俺をもっと触って撫でて抱きしめてくれたって。今そんな話はしてないでしょう。ナホちゃん、それ以上食べないで。太るの反対。そんなこと言われても食べたくて仕方がないのだもの。ナホタンが太っちゃうなんてやだ。それは私も困るけど。さやかが望むなら、俺があの霊を払おうか？でも、払うのは、やっぱりかわいそう。他に方法はないの？憑依を剥がすこともできるけど、あの霊を放っておけば、また別の誰かに取り付くだろうね。さやかちゃんが、ナホちゃん以外はどうなってもいいというのであれば、それでもいいんじゃないかしら。それも困ります。どうしたらいいの？
そうだ、成仏してもらえばいいんじゃない。霊が満足するまでスイーツを食べ続けてもらうの？でもそれって今の状況と何ら変わりないわよね。さやかとさえのきさんでだいぶ食べてるけど、まだ満足はしていないみたいだしね。どれだけの量を食べたらあの子が満足するのか想像できないわ。そうじゃなくて、あの子が食べられなかったのって美味しくて有名なスイーツだったんです。だから生前あの子が食べたことがないくらい美味しいスイーツを味わえれば成仏するんじゃないかなって。ああ、なるほど。近くに美味しいって評判のスイーツ屋さんなかったっけ？この近所のスイーツならほとんど俺が買ってきたよ。さやかへの愛ゆえにね。それでも成仏しないんだから、もっと美味しいものじゃないとダメってことなんだろうな。なほたん、どこかいいお店知ってる？猫カフェなら、それはまた今度、二人でデートするときに行こうね。ねえ、なほちゃん、それならやっぱり私とデートしましょう。予約待ちの列が駅前を埋め尽くしたっていう、あの、しかもこれ今日の予約じゃないですか。愛子さん、どうしたんですかこれ。お客様になり損ねた方から取り上げたのよ。頼まれていた情報を渡したら1円も払わずに連絡がつかなくなった方がいてね。そんなのってあんまりでしょ。だから滞納した分の利子も含めて貯金その他お金になりそうなものは片っ端から回収させてもらったの。片っ端からですか。そう、このチケットもその中の一つってこと。売りさばこうにも今日しか使えないチケットだし、それならたまには親しい人たちと美味しいものを食べたいわ。親しい人たち、なほちゃんはもちろんだけど、さやかちゃんとはるゆきくんもご招待したいわ。どうかしら。いいんですか。ええ、これを機に親睦を深めたいところね。だって、なほちゃん、行ってみようよ。
やかが行くなら俺も行くよ。どこまでもついていくよ。だから安心してね、さやか。あんたはお呼びじゃないってば。こふん。親しい人たちと言われるほどあなたと仲良くしたことはないと思うのだけれど、あら、奈穂ちゃん、その目は何かしら。愛子、何を企んでいるの。何も企んでなんていないわ。たまには霊具ではなく人間のおしゃべりに付き合ってお茶を楽しみたいと思っただけよ。そう。ええ、それにね、ナホちゃん、私たち親友ですものね。放課後にお茶をするくらいいいでしょ。親友。はい、あナホちゃんたら口元に生クリームがついているわよ。甘さ控えめで美味しいわね。何するのよ。メロハーン。美少女同士のアンクルの生クリーム。すっごくメロハーンな光景でごちそうさまでした。でもダメ、愛子さん、ナホタンにこれ以上手を出さないで。さやか。さやか、苦しい。あ、ごめんね、ナホタン。でもこうでもしないとナホタンまたアイコさんにあーんってされちゃうもん。されないから。二人とも相変わらず仲良しなのね。焼けちゃうわ。憑依が取れた。
甘いものが食べたい。してくれるよね。ナホタン、こっち向いて。私からのあーんも食べてくれるよね。はい、口開けて。さやか、そういうのはせめて他に人がいないところで。気にしなくていいんだよ、ナホタン。ほら、恥ずかしくないから。さあ、あれ、さやか聞いてないね。あ、わかった。一緒にダイエットに励む方がいいのかな。それじゃあ、運動用にジャージを買いに行かなくっちゃね。どんなのがいいかな。やっぱりお揃いが。手におかしな話を進めるのはやめて。あなたたちっていつ見てもおかしいのね。見ていて飽きないわ。Finish.